お疲れ様ですプリンターで悩みの種というとインクの価格が高いことだと思います4色とか6色セットで6000とかしますからねだからプリンター自体を安く買ってもインクというランニングコストで何万円もね時には何十万円もかもられちゃうのかなっていうところがありますそこで役に立つのが互換性インクなんですよで私も長年互換性インクを使ってきてね価格がね5分の1から10分の1ぐらいなんですよね で使えるんでそのままずっとやっていたんですけども最近この互換性インクもね質が悪くなってきてその交換しても何回かやるともう出なくなってすぐに交換しなくちゃいけなくなって交換の頻度が高くなるつまりコストが上がるんですよ。またですね互換性インクは乾きやすくって1回ごとにプリンターのノズルチェックをしたりとかねクリーンアップしないといけなくって非常に手間がかかるということで結構ね 5年6年ぶりに五感性インクの仕入れ先に困ることになったんで、今回新規の五感性インクを一気に買ってみたんですよ。そうするとね、箱が送られてきてそこに住所が貼り付けてあるってこうね、えー、雑さ。ちなみに私が使ってるのは、エプソンの EP711A ってやつです。で、このプリンターに合う五感性インク。で、五感性インクが残ってるんで、プリンターも中古のやつをわざわざね、仕入れてきて同じ型にずっと何年もしてるんですよ。 だから最新型のプリンターじゃないんですよね。で、この互換性インク、今回初めて買ってみたんですけども、LXTEK っていうシリーズですね。で、大容量で、えっ、ー、と、これ4色セットのやつですね。で、黒がちょっと多めに入ってるパターンだと思います。今回ね、これを試してみようかなと思ってます。結果はまた別の動画でお知らせしますね。今回は買ったのが届いたっていうレポートでした。それじゃ